エルエルハワイアンバーベキューの店エルエルハワイアンバーベキューはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルに本社があるフランチャイズ方式のレストランチェーンでハワイ風味をテーマにしておりプレートランチが有名である1976年にハワイ州で始まり1999年にはカリフォルニア州へ進出して今ではアラスカ州アリゾナ州コロラド州ネバダ州 ニューヨーク州、オレゴン州、テネシー州、ユタ州、ワシントン州、グアムの200カ所に店舗を構えている。外国ではニュージーランド、日本、フィリピン、マレーシア、インドネシアへ進出している。1976年にエディ・フローレスはホノルルのリリハ街にある L&L 乳製品、販売店があるビルのオーナーとなった。このビルで母親が経営するレストランを L&L の名前を使って作った。これが L&L ドライブインの最初の店で、その後ハワイ中に広まった。ジョンソンキャブも加わり、1988年からはフランチャイズ方式で店を増やしていった。1999年、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外に L&L の店を出した。これに合わせて L&L ハワイアンバーベキューという標語を編み出し、 ハワイの店であることを強調し始めた。この時期、ハワイ州での店は49件に達していた。その後ロサンゼルス郡内の他の場所にも店を構え、200年にはオレンジ郡にも進出した。その後オレゴン州へは2001年に、ネバダ州へは2002年に、ワシントン州へは2003年に、アリゾナ州、ユタ州、コロラド州へ2004年に、アラスカ州へは2009年に進出している。 ロッキー山脈から西へ向かい2003年のコネチカット州マンチェスターに店を出したがこれは浮かく行かず撤退している2004年にニューヨーク市のフルトン街に店を出したが家賃が高いなどで立ち行かず2013年に閉店しているニューヨーク州で残っているのはカナダとの国境近くのエバンズ・ミルズの店のみである米国中部州では2004年に イリノイ大学がある、イリノイ州シャンペーンに店を出したが、うまく行かず、その後閉店している。2005年に、ミシガン大学がある、ミシガン州リストランシングにも進出したが、うまく行かず、これもしばらくして閉店している。2015年に、テネシー州ナッシュビル郊外のフランクリンに出店し、現在ニューヨーク州とテキサス州の間では、唯一の店である。米国順州では、 2008年にアメリカ領サモアに店を出したが、間もなく閉店している。グアムには2014年に進出している。エルエルファーヤンバーベキュー江ノ島店2009年にニュージーランドのオークランド郊外に店がある。日本では2010年に東京、渋谷に2017年12月に神奈川県藤沢市の江ノ島 X 花通りに店を構えた。 2004年にはマレーシアのクアラルンプールに2015年にはインドネシアのジャカルタ、フィリッピンのマニラに進出している。L&L ではハワイ風のプレートランチを特徴としており、これは熱帯の島で働く労働者がたくさんのカロリーを取れるようにタンパク質と澱粉が多いものである。牛肉、豚肉、魚、エビなどからも選べてご飯を2杯分。 マヨネーズ入りマカロニが入っているのが普通である。ハワイ外では、デンプンが多すぎる、野菜が少ないなどとも批判されている。こうした批判にも応えて、各地のフランチャイズではメニューを多少変更している。また、催眠、ロコモコ、バーベキューチキン、チキンカツ、スパム結び、カルアポークなどで、ハワイ食文化を様々に楽しめるようになっている。エルハワイアンバーベキューは、 様々な賞をもらっている。2002年にネーション S レストランニュースが見の50リージョナルパワーハウスチェーンズに選ばれている。ありがとうございます。